どうも、ポッチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それではムーンやっていきたいと思います。おい、はい、行きましょう。お、うん、あ、おばあちゃんそうだ、おばあちゃんが焼いたクッキーをあげようね。ありがとう。やった、またあ、やるか、こいつ。まさかポチ。いや、そんなことしませんよ。よし。ああ、よかった。目の前でクッキー捨てたら、鬼畜の所業だったぞ。ことだよ。そうだね。ちょっとしまうか。うん。釣り屋さんもういらんでしょ。ちょ。これをしまいたいの。ストック。空き缶のストックって何の意味なの？リサイクル？そう。売れんのかな？もしかして。こういうなんかが。ガラクタ好きのおじさんとか。あ、ガセ。ガセに持ってってみようか。ガセに持ってってみたらなんかあったりしないのかな？ないのかな？この辺も今使わないから、しまうか。うん、そうだね。その石板なんで集めてたんだっけ？え、なんかもらったよ。なんかくれたから、もうじゃあもらっとくって思ったの。タオの骨もいっか。ガセのとこ行ってみよう。ガラクタ欲しがるかな。うん、今ストックにしまっちゃったけど。あー、まあその時に出せばいいわ。あ、じゃあガラクタだけ出しとくか。いや、まあどっちでも。ガラクタ、ガラクタ、あ、ガラクタどこ行った？あったって。よし、これで多分出たはず。うん、よし、行ってみよう。ちょっと試しにね。試しにね。なんか人にゴミ渡すってどうなの？でもガラクタ好きって言ってるし。そっか、いっか。大丈夫じゃないかな。お、いるかな。あいつでも暇でしょ。どこにいるの？ピヨピヨ。なんならだって吉田の方が忙しいまで。いた。これ、うん。ちょっと待って。これいるかな？いる？タン。ダメだったわ。ああ、じゃあダメだ。これは？花火だよ。ああ、ダメだ。ダメだね。うん。今日は、ここは前回結構行ったから一回下行こうかな。お。ちょっとここを極める。街を極めていく。街って極める要素、まあでもまだいろいろあるんだろうけどな。まだいろいろあるだろうけど。ちょっとじゃあ今回下行ってみようかな。お。下というか、ポチの家の方に戻ろうかな。なんかさ、これのさ、エンディングというかさ、ストーリーって進行とかあるのかね？これのストーリー？なんかわかんないよね。ラブいっぱい集めたらなんかあるんじゃない？進むのかな？進まなかったら。まあ、進むよね。なんか一回あれだよね、夢の中でなんかあったよね。なんか変な、助けてみたいな、そう。夢見たわ。見たよね。見た、あれ？あ、これあれだ。いたずら書きしてたやつだ。フローレンスワンダ。これさ、この辺にさ、あれ？どうやって入んだっけ？なんかこの辺に入るとこあったよね。あったね。グイッ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 ったらほら。なんかまた埋めてんじゃないかと思って。あ、またそうやってタオのやつ。あっ！ちょっとなんかいたわ、ここにそういえば。
何も見つからなかった。いたわ、これね、なんか。こいつ、なんだ？なんで？間違えちゃった。テンパりながらなんとかキャッチ。偶然。偶然じゃん。コボン、救出するで、ちょっとピピ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 ピコボンだよ。いいんだよ。でかっ。でかいの。で、何それ。ってことは黄金ってこと？あ、黄金見るの忘れてた。黄金もいたんだ。親子だったんだ。お盆抽出するで、ちょっとピピ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 ピ。やった。うわ、すげえ。何これ。びっくりしちゃった。怖かった。怖え。三でか。安っ。あ、300でか。コボン安っ。これ先ないのかな、もう。ないか。ないんじゃない。いやー、びっくりしたー。びっくりしたー。何今の。すげーびっくりしたー。やったぜ。お前すげーな。なんか偶然。だぜ。ね。本当にあれだもんね。ノープランだもんね。ノープラン。何にも考えてなかった。あー、夜になる。夜ですよー。そうだね。全然もう、関係なく徘徊するもんね。夜でも歩いていきますよー。どうしようかな。これ、こいつで。はあ。はい、食べられたいです。トロピカルフィールド。日本。ほう。うわ、ほう。なんか、上。もう下の方に今回行こうかなと思ってるんだ。はいはい。下というか、こっち側にさ、なんかさ、あれ？こっち来ちゃうな。花火みたいなさ、ところが、あの、花火の玉拾ったところがこっちのなかったっけ？あれ？なんかあった気もするけど。間違えてるなぁ。迷子でーす。早いよ。迷子、あ、迷子だな。間違えちゃったな。迷子じゃないの？早い。迷子でーす。ただ徘徊してるだけで。何なんだろうね、これ羽だよね。どう考えても。ね、何なんだろうなぁ。あ、飛んでる鳥の羽だと思うんだけどな、あそこの。なんか昼になると飛んでるじゃん。飛んでるね。上を。あの羽だと思うんだけど、あいつどうやって捕まえるのかな。あ、でも違うか、死んでないってことか。あ、死んでんのかな。どっかで。どうなんだろうね。コロ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 。よし。あ、そっか、そっちか。もう全然。あー、そうだそうだ。あれ？何これ？あ、いたね、そんなの。ドリーム星人、人の夢を食べる宇宙人、困ったことに夢を、あ、そうだ。この人、この食べられちゃったんだわさ。眠だから眠れないんだ。試験の前日向き。かわいそうに。寝れないんですか？何か用？いいえ。ほい。早く寝た方がいいよ。次元だよ。寝れねえんだよ。そうだった。そう。寝れないんだったわ。お。これ。玉。そこにクズ花火入れてどうなの？入れらんねえよ。違うなぁ。ちょっと違うなぁ。違いそうだね。なんかできないのかなぁ。あそこで見つけたんだもんね。あ、トゲトゲ、うん、ここもね、トゲトゲ捕まえてないからなぁ。夜中に失礼しまーす。超やべえやつだよね。ノックしたからってどうっていう話じゃないからね、もう。あれ？
なんか3人いる、珍しく。あ、お兄さん。ペアレンツが私に何かプレゼントしてくれるらしいのよね。そうよ、ダイヤ。ママ、一生懸命作ったのよ。ダイヤの部屋に置いてあるけん。見ておいで。なんだか楽しみだわね。ダイヤ。あ、何？ヘロゴン？え？あ、ヘロゴンどうしたの？あら、はじめましておじさん。この子はペロゴン、私の彼氏よ。おじさんも触ってみる？チクチクして気持ちいい。おじさん、何するのよ。大変なの。変なおじさんがペロゴンをいじめてるのよ。あ、めっちゃ震えてる。あ、どうしよう。こんな時は男が何とかするもんでしょ。あ、あ、お、男。恐ろしかー。めちゃめちゃ震えてる。やばい、やばい、いけ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 、やばいやばいやばい、新展開。そうだね。あ、いる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 。あ、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 ペロゴン、ペロゴン、え、ペロゴン、ペロゴン、どうしたらいい。やめるんだ、やめろ。え、え、何にもできない。ペロゴン、どうしたらいい？何も。え、何もできない。近づくと、ほら、ほら。部屋に一回入ればいい。ダメだ。ねえ、ダメだ。ねえ、ダメだよ。ちょっと。部屋に入れない。あ、わかった。わかったよ。なんか、最初にやった時、ペロゴン分身した。これじゃあ。これだよ。かぶる。ペロゴンになった。あ、ペロゴンになった。ペロゴン。覚えてる？こっちがペロゴンになった。なんかチクチクしたモンスターが。そうだ。あ、分身した。そういうこと。だからこれだよ。これこれ。朝だ。朝になった。あら、不細工な人形ね。何の動物？とりあえず話して。見て。恐ろしかー。おめがー。サイクって言っちゃったらあれじゃん。お母さんの手作りなんだぞ。手作りなのに。見ろ、分身の術じゃー。ポリ、我もペロゴンじゃ。ポリ、ダメ？あ、ペロゴンだよ。ねえ、ペロゴン足りないのかな。何かは足りない。燃えてたよね。なんか燃えてなかった。ペロゴンのもう一つの方、ここじゃない。あ、ちょ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 、あ、ちょ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 、あ、熱い熱い、あ、あ、あ、ちょ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 。あ、思いついた。ポチが死んだ。ああ、でもペロゴン助かった。そうか、こうやってペロゴンを救ったことになってる。ペロゴン、無事でよかったわ。本当によかった。よかった、ペロゴン。ああ、どうしたの。チクチクするわ。よかったね。やった。あ、よかった。燃えてたもんだって。ありがとうね。おかげでペロちゃん助かりましたわ。お兄さん、なかなか骨のあるいい男ね。ダーリン、あなたからもお礼よ。ダーリン。ファイヤーペロゴン。勇者、ファイヤーアタック。勇者め。I'm her fake loan recipes. 勇者めん。ひらめいたわ。ダーリンは疲れてるのだわ。許してね。勇者めん書くんだよ、これからあの人。あ、そういうこと？漫画家だったもん。あ、そうか。ダーリンは仕事始めると寝るのも忘れるの。ってことは？ってことは？
書いてる。首長くね。首えげつねえこと。キリンかあいつ。But the good luck. Yeah, ha. Ha じゃねえな。Yeah. 勝手に足すなよ。One the dash pro. Pinch gua. But the good luck. Yeah. なんか今なんかペパスコミック。プラチナサーファー。バツメン。バツメン？あ、お、すごいな。前もバツメン見たな。でも今度書くの勇者メンでしょ？勇者マンだっけ？なんだっけ？もう忘れちゃった。そうね。勇者メンで。勇者メンでしょ？好きだな。何？ポッチが？違う、バツメンとか勇者メン。メンが好き。メン好きだね。女子の部屋に入ったわ。怒られる。勝手に。もう早速タンス探ろうとすんじゃねえよ。何にも。寝るわ、ここで。寝れへん。なんもない。タンスねえか。いや、伝説の装備がさ。そうだね。眠ってるかもしれないから。うん。怒られちゃう。怒られちゃう、これな。あちち。これで、今まだあれ？ファイン。ファイン。何もねえじゃん。まだ体力は大丈夫。多分。もう寝なきゃダメかな。やばいぞ。戦ったしな。そうだ、結構戦ったから。ステータス。あ、まだ大丈夫。あ、全然大丈夫だ。今日は焚き火の日でしたね。チクチク。あ、いた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 。あ、いたいた。よかったね。ギガはおっとりした性格でめったに感情を表すことがなく我慢強い。オスにはトゲがない。え、じゃあこれメス？メス。じゃあお前彼氏じゃねえぞ、それ。お兄さん、この間はサンクス。ペロゴンの次に素敵よ。おう。この子読めるんだけど、この子は死んだわけじゃないんだね。そうだね。なんか死んだマークついてるけど。うん。へぇー。あ、裏いける。裏にもね、たまに何かあるからみんな気をつけた方がいいよ。誰に言ってる？何もない。世の中の人々に言ってみた。そうか。何にもなかったです。偉そうなこと言って。何にもなかったです。さあ、次。何その、すげえ素人が、素人に教えてやるよみたいな空気出して。なんか、何にもなかったけど、なんか倒れてます。こいつは？誰だっけ？ゆきんこさん、古くからお寺の守り神として親しまれてきた。お経が大好きで、特に魔除け系を聞くとじっとしてられない。ここにさ、なんかおじいさんかおばあさんが、こりゃな、なんじゃお前は。いきなりビッグボイスでソーリーじゃったの。実は3人組の妖怪がこの辺をうろついておる。そいつらと勘違いしてしもうたんじゃ。まあ立ち話もなんじゃ。マイハウスに入らんか、ウェルカムじゃ。どっちだよ、設定がわかんねえんだ。ああ、それと一つ言っとくわ。ドアをノックするのはやめてくれ。西洋風のしきたりは禁止じゃ。マイハウス言うたろ。ドアも言ってるけどね。ウェルカムも言ったし。なんだあいつ。お、楽だね。格式高いルーみたいな。さあさあ、上がんなさい。遠慮は、ノーニードじゃよ。不要ってことでしょ？ノーニードノーニードか。うん。そういうことか。風がブローが、風がブローしたみたいじゃの。屋根の風車が回ると、この柱も回るんじゃよ。慣れうちはうるさいが。長年聞いとるうちに今邪魔ひいて気にならなくなったわい。こうやって喋ってれば普通のね。そうだね。スリープしとっても気がつかんぐらいじゃ。西洋文化禁止っつったろ。どうも、一人住まいが長いと、ロンリーなもんで、話し相手が欲しくての、かといって隣の西洋人ファミリーとは馴染めないんじゃよ。馴染めると思うけどな。うん、西洋風が大嫌いでな、特に言葉遣いがいかん。ところが隣のボイスがまたよく響くからの、このままではわしにまであの言葉遣いが映ってしまいそうじゃ、映ってる。がっつり映ってるよ。お主は西洋風は好きか？いや、流れ的にはこっちだろ。まあそうだね。でもちょっと、好きにしてみるか。いいんじゃない？好き！
なる貴様、西洋かぶれか。私は嫌いだと言っておるのに、貴様は好きだというか。おい先短い、あ、お前ジジイだったんだ。ジジイが嫌っているのを知ってて、わざと好きだと答えるのか。つまり年を取るとすぐエキサイトしていかん。ところでさっきの話じゃが、三人組の妖怪がうろついておる。バスに入っておると三人組のトークボイスが聞こえてくるんじゃ。冷蔵庫がどうとか、タンスがどうとか、やつらできっとマイハウスに忍び込もうとしとるんじゃな。なに、この場所もまだぬすっとに入られるほど猛録はしておらんぞ。そう思うじゃろ。もうこれ以上ジジイいじめんのやめたれよ。思う。何が猛録してると思うとるのか。そっち貴様のような若造に猛録ジジイなどと思われたくないわ。あー、畜生、この鼻垂れの若造にカッカッ。どっちにしても怒られんじゃないの。そうだね。ふぅ、あんまりアングリーさせんでくれ。お主はバカにするが、わしもヤングだった頃はかなり暴れたもんじゃよ。そういえばこんなことがあってな。回ってるよ回ってる。すげえ話してるじいちゃん。うん、じいちゃんすごい話してる。風がブローしてるよ。風がブローしてる。すごいエキサイトしてるじいちゃんも。風ブローしてますよ。あ、聞こえなかったんです。ガラガラ言ってたから、質問に答えねえんだな。よし、わかった。上等だ、こんちくしょう。ひぃ、もう完全に切れたぞ、おら。ひぃ、顔も見たくないわ。どんな顔かは知らんが。二度とくんな。なんかこの人、取り憑かれてんじゃないの、般若に。あ、アングリーだわ。ええ、どういうこと。オンアキャボベイシャロノウソワカハラバラリタボウシジッタボダハダミア。悪霊退散。はぁ、いい湯だ。ひそひそ。ちゃんと覚えなさいよ。レイタンレイレイタンよ。わかっている。確認しただけ。了解。レイタン、レイレイタン。お前も聞いたな。レイタン、レイレイタン。レイタン、レイレイタン。なぜならちっちゃく。レイタン。もう一回ノックしてみれば。ノックしちゃダメって言ったから。どっちがおい？帰れ！どっちがおい？帰れ！3回目は？どっちがおい？帰れ！なんだなんだあいつ。ダメっけ？ダメっけ。ダメかー。聞いてやったのにな、話な。あんなに長い話、何話してたんだろうね。ね。質問、何だったんだろうな。レイタン、レイレイタン。あ、いなくなっちゃった女の子遊んでるでし。一人で、ペロタンが。ペロタン？ペロゴンでしょ。すげえな。来たぞ今。ん？なんか来たね。何だったんだろう。夜になった。ちょっと。もう一回おじいちゃんとこ行ってみるわ。昼しかないのかな。おじいちゃん、あ、夜に？夜に。お夜におじいちゃんとこ行ってみようか。お前寝てないのか。お前は寝てないよ。ずっと。おじいちゃん、おじいちゃん。おじいちゃん。よし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 。なんかあれだよね。進んでるのか進んでないのかわからない難しいゲームだよね。本当に。進んでる気がしないぞ。レイタン、レイレイタン。はい。どっちだ、俺。帰れ！ずっと起きてんだ。あれ？もう一回入ろうか。
同じかな。ちゃんと覚えなさいよ。レーターレイレータンがかかっている確認しただけだ。了解。熱い。なんだろう。こう回ってる時に入るのかな。よし、まだ。チャンス。ほら。ほんとだ。あ、寝てんのか。頭の風車を回っている。冷蔵庫、タンス、レイタン。やべ。早く回って。風をブローして。風をブローして。風がブローしてない。ブロー、レイタンまで行ったのに。違うかな？そういうことじゃない？あ、そういうことか。あ、そういうこと？今だ！チャンス！レイターンまで来たから。レイターン。次、レイでしょ。レイ。あそういうことじゃないのかな。そういうことなのかな。でも、一応やってみようぜ。もう一回、あとレイターンやるでしょ。ブローしてない。レイターン、レイ、レイターンでしょ、もう一回。そう。レイターンね。レイターンすればいい。ブロー。ブロー。カモン。なんだこの時間。火はダメなんだじゃん。風待ち。風待ち。ドラマの撮影かなんかか。あれ？なんか吹かなくなっちゃった。吹かなくなってる。吹いてや。あ、吹いた。やった。来た。チャンス。チャンス。急げ。レイタンレイ。レイタンね。もう一回レイね。そうだね。あべレイレイ、レイ、レイ、じゃあ最後ターン。ターン。間違ってるかもしんないけどな。違うんかな。ブロー、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 ブロー。あ、しまった。チャンス。レイタン、レイ、レイ、ターンだよ、君ね。次ターン。なんか変わったりしない？何もないか。あれ？レーターレレーターやったよ。違うのかな？これさ、あれなんじゃないの？そのさ、風吹いてる時に中に入るじゃん。うん、入って、うん、そのまたカタカタ言ってる間にやるんじゃねえの？こりゃって言われたら終わりなんじゃない？え？だって、まだ！入るじゃん。うん、チャンス。で、入ってさ、一回待つわけよ。これ止まってるときは。で、これまたカタカタ言うじゃん。なるほどね。ほら、そこ。うん。で、また待って。で、またしばらくすると、そう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 、タン。タン。で、もう一回レイいけるんじゃない？レイ。で、また、ちょっと待って。レイ。タン。あれ？違う違う、レイタン、レイレイタンで。あ、忍び込んでんのバレちゃう。超怖いと思うけどね、枕元の上にさ。あれ？お風呂ない。あ、中いる、中いる。中いる。あ、ちょ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 、どこどこどこ。ちょ、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 ぐるっと回るんじゃなくて、こっちから捕まえるの？じゃないの？違うのかな？ほら、届かないじゃん。違うのか。どこにいたの、この子。え？あ、できた。誰？お前誰？そんなとこにいたの？何それ？何でいたの？
見えないよ。一丁豆腐救出するでちょっとピピ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 豆腐だったんだ。豆腐だったんだ。やったぜ。やったぜ。じゃあそこにお金あるのかな。あるんじゃないの。ないな。なんならねえな。あ、ねえのか。これなくなっちゃった水。あ、よかったんだ。あ、我々エコロジー3兄弟は今まで3人で活動してきたが、この度戦力増強のために新会員を募集した。そろそろ入部希望者が来てもいいはずだわね。そうだ、俺たちだけでは世の中変えるの難しい。大臣、あ、こいつ、こいつさ、急に来たやつじゃない？あのビューンって来てさ、あ、兄ちゃんが何やらって言ってたやつじゃない？はい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 。大臣の宝物を盗んだ時も苦労した。大臣の宝物盗んだの？正しいことをするのに大変な苦労がいる。世の中が間違っているのよ。早速来たじゃないの。新しい仲間だ。どうも、エコクラブにようこそ。輝かしい同士を遠慮せずに入っちゃいたまえ。あ、エコって書いてあるそうだ。大臣の宝を盗んだエコって。ああ、そうだ。細かい説明は省こう。何はともあれ、君は今日からエコクラブのメンバーだ。僕は海、水資源を汚しちゃうやつは絶対に許さない。私はヘミよ。色気があるからといって口説いたりしたら痛い目見るわよ。私は女性兵士と戦っているの。弟子が女性蔑視と戦っているの。ちょっとしたことをセクハラにこじつけるのが 大得意よ。そらすぐまずくない？俺はモミだ。森を、木を大切にしろ。我々は強い思想と信念を持って活動しちゃってる。綺麗な自然を維持できるなら他人が不愉快になってもそれは仕方のないことだ。あなたも問題意識を持つべきなのよ。オゾン層破壊、動物愛護、資源エネルギーの枯渇、加速する大気汚染、ゴミ処理問題、ネタはまだまだたくさんあるわ。かっこいいのを選びなさい。かっこいいのでいいの？これは大義名分というものだ。これがあるとみんなに偉いと言ってもらえるぞ。何をテーマにしちゃうかは後で勝手に決めておけ。我々には関係ない。それでは晴れてメンバーとなった君にエレベーターの起動方法を。暗号だぞ。スパイみたいだぞ。レイタンレ。彼はまだペーペーのヒラ社員、ヒラ社員じゃねえ、ヒラ部員よ。あの暗号を教えるにはまだ早すぎるわ。知っちゃったけどね。教えたらきっとこのガキはつけ上がるんだわ。自分が一人前だと勘違いするのよ。ああ、俺は死んだものなんだという劣等感を植え付けるべきだわ。アメとムチよ。本人の前で言わない方がいい。それもそうだ。では、エレベーターはしばらくの間起動させておく。勝手に使っちゃいたまえ。むちゃくちゃだな。以上、解散。なんか落ちてます、これ。これあれですよ。あ、石板ね。それはお城の大臣から我々が押収しちゃったものだ。はあ、大臣は偉そうだからムカつくのだ。彼を見ていると不愉快になる。私たちが不愉快だということは人々も不愉快に違いないわ。だから大事なものを取り上げてやったの。これは制裁なのよ。ちょうど処理に困っていたのだ。ここに置いておくと足がついちゃう危険性がある。そうだ、それでは若手ホープの君に初仕事を与えちゃう。これをしばらく預かってくれ。初仕事だ、頑張れよ。人に聞かれたら、はい、これは私が取りましたと答えるのよ。とても大事な任務だわ。ああ、なんて名誉なこと。あなたが羨ましいわよ。やったぜ。大臣の宝物をゲット。私が取りました。小さくだね、これ。そうだね。いいね。これからいいですね。そうだね。お前は、モミ。俺は何をやってもダメだったが、兄ちゃんとお姉ちゃんとエコクラブを始めたら、ご飯が美味しくなったんだ。生きてるんだ。なんだそれ。生きてるな。我々は寝る暇を惜しんで、毎日活動して、どんな時にでもすぐに出動できちゃうように、警戒体制を怠っていないのだ。ああ。うん。
で、君は？君は女の子なの？男の方が偉いなんて私は絶対に認めないわ。なぜなら私は女だもの。だから女の方が偉いのよ。これがフェミニズム。よく覚えておきなさい。なんか、いろいろ問題になりそうな発言だな。本当だよ。なんか、すごい場所だね、でも。バイバイ。あんまいろんな意味で絡みたくないですよ、ちょっと。うん。まあ、エレベーターはいつでも起動できるらしいから、ね、わ、やったぜ。やったぜ。あと、こいつだけか、ゆきんこちゃん。そう、なんかその目の前のお経が気にはなるよね。これでしょ？うん。おまぎゃ、ぶれぶれぶれ。不協大さん読んでくれないかな。お茶おあ、そうだ。お茶お起きてるから。やばいと思うんだ、ステルサス。危ない、いける。帰るか。もうそろそろ帰っていいんじゃない？じゃ、今日この辺で一回おしまいにしましょうか。そうしますか？うん。はい。はい。じゃあ、ちょっといろいろ今回できたんじゃないかな。いっぱい進んだね、意外と、ね。いっぱい進んだと思います。偶然にも。うん。はい。じゃあ、今回はここまで。最後まででご視聴いただき、ありがとうございます。どうした？ひどいな。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントいいねいただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。